です。右ドックチャンパの打ち上げ、古谷選手2アンダー、好調のスタートです。フェアウェイ左ナイスショット、ちょっとラフに入ってしまったか。サンワード選手バーディーで元に戻しました。イーブンパーになりました。ちょっと左に引っ掛けてしまってます。左ラフ落ちてきた、大丈夫。和田選手ドライバーを左に曲げてしまいました。つま先下がりの打ち上げの172ヤード、とんでもなく難しいショットとなっております。さあどのようなクラブを選択してどのようなショットを見せてくれるか。右は林池のハザードになっておりますので絶対右には出さないところです。うまく出しました。うまく出してショートですが、かなり寄せやすいところまで持ってきております。ナイスショット。しょうがないよねあれは。古谷選手はファーストカット、残り約上りの150ヤード。ちょっと右に出たか、あ、グリーン右ギリギリに乗ったかラフか、ちょっと右に出てしまいました。和田選手難しいショットからの135ヤードぐらいのアプローチになります。おお、ナイスアプローチ、ナイスアプローチでした。おお、あそこからナイスパー。古谷選手グリーン右に外して約178ヤードのアプローチショットとなります。かなりのフックラインのアプローチになります。さあ古谷選手もしのげるか。ふわっと上げた球をうまく転がして、これもナイスアプローチでした。ナイスパー。そんな簡単なアプローチじゃなかったよね今のも。そうですね、難しかったです。ナイスパー。今日はいつもと違うグリーンなので違うコースにいます。266ヤードパー3。ちょっとピンに向かって筋って飛んでっています。距離は最初ちょっと右に出ています。距離はどうか、左に跳ねました。あ、ピンに近づいてます。最初フレンドリーバウンドだったね。2人ともナイスオンでした。バーディーパットです。読み切れるか。おー、ダメだ。ナイスパー。
両名ともバーディーならずパーでした。パー4ドライバー少々プレッシャーあるパー4です。左ドッグ超よく打ち下ろし、左は OB になってます。軽いドローがかかってフェアウェイ約右真ん中にナイスショットです。ナイスショット。これも軽いドローがかかってフェアウェイにナイスショット、同じような2人とも同じようなところでした。ナイスショットです。失礼しました。7番はパー4ではなくパー5でした。先ほどのパー5は両面ともバーディーです。バンカー方向に向かっていますが、バンカーには届かないクラブで打っています。ちょっと左気味ですが、全くパワーパイプで問題ありません。左ラフです。96ヤード打ち上げ、パワーパイプ第3打。右にナイソン、クリア選手約80ヤード強。ピン左に向かって飛んでます。ちょっとショートか、距離をぴったりのようです。ナイソン、バーディーパットになります。ライン的にはフリア選手は難しいと思います。スライスライン、上って下るスライスラインを、この難しいスライスラインを読み切れるか。おお、今のライン難しかったよねえ今のラインは難しかったよ。そうです。スミル選手、続くことができるか、読み切れるか。ナイスタッチでした。ナイスパー。ナイスバーディーで、なんと3アンダー。7ホールまで絶好調。フィア選手、難関8番ホール400ヤードパー4です。フェアウェイど真ん中、ナイスショット。これもフェアウェイど真ん中、低い球ですがナイスショットでした。ナイスショット。パー4、400ヤード、まだ180ヤード残ってます。上りですのでプラス5から10は打たなくてはなりませんが、松の木の枝が出ていて、当たりそうで難しいんです。フリアブロフェードをかけて乗せることができるか。あ、上からドローをかけて左ピン左、あ、ちょっとピン左こぼれてしまいました。バンカーまで行ってしまったのでしょうか。お、ピンの右に向かって綺麗に飛んでっています。あ、ちょっと右グリーン右か。古谷選手
ちょっとショートしてしまいました。約15ヤード上り、しかしながらグリーンはエッジから10ヤードほどありますので、グリーンを使えるアプローチとなります。ナイスアプローチ、ナイスセーブでした。打ち切れたか。ちょっと曲がりが強かったのと打ち切れませんでした。ナイスパー。じゃあの最終ホール9番やってまいりました。今日は違うグリーンなのでフルバックからのティーショットとなります。フェアウェイ右にナイスショットです。これもフェアウェイ右にナイスショットです。ナイスショット。トーナメントリーダー古谷選手、前半終了9ホール目、ドライバーが見事にフェアウェイを捉えて残り166ヤード上りですので175ぐらいでしょうか。キャリーはちょっと厚く入った分ショートしてしまいました。選手同じような距離が残ってます。ピンの右、グリーン右、ショートでした。古谷選手約10ヤードですが、グリーンエッジからピンまでの距離は 3.5 ヤードほどしかなく、落としどころが非常に難しいところです。さあ、しのぐことができるか。ナイスアプローチ、ビューティフルなアプローチでした。ナイスパー。選手もちょっと距離は短いですが、足でアプローチしています。これはナイスアプローチ。残り約50センチ。岡選手短い距離は抜く派のようです。おお、危なかった。ちょっと危なかったですが、ナイスパー。前半お疲れさんでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？いや、緊張します。え、緊張します緊張します。スコアどうでした？もうボロボロで。いや、めちゃくちゃお上手ですよ。ボロボロで。イーブンじゃない？はい、ゼロです。入りました。どうでした、スコア？スコア。どうした？てんてんてん。いや、楽しんでいただければ。プロにね、分からないんですよ。100ビデオいつか。何も言うわけじゃない。